さあ今回は宮崎カントリークラブの14番ホール359ヤードでございます、はい、ちなみにですね、はい、ここ宮崎カントリークラブは各ホールに、植物の名前が付けてありまして、ここ椿屋、ここは椿ホールでございます。声がでかかったいや猫最近声がでかいって言われるんですよね。本当、はい、なんで耳が悪いんですかねそう、はい、確かに耳が悪くなると自分の声が大きくなるもんね。そうなんですよね、はい、正解宮崎県で一番早く昭和35年に開場した宮崎カントリークラブ、海辺の松林の中にセパレートされた戦略性に富んだ魅力あふれるシーサイドコースです。毎年11月にはJLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップが開催され、数多くのドラマを生んできました。14番ホールはコース中央に通称軍艦島と言われる松林の丘がある特徴的なホールで、難易度の高いパー4になります。ティーショットは軍艦島の右手前狙い、ただしティーグラウンドからは見えにくいんですが、右サイドの松が意外に入り込んでいるので、あまり右に行きすぎるとセカンドショットが打ちづらくなるので要注意。グリーンは砲台になっていて、左には深いバンカーが待ち構えています。海から吹く風の影響で左に流されやすいので、方向性と距離感に気をつけてショットすることが重要です。この音が聞こえんかもしれんけど、ここに立ってるともう波の音がもうすぐ聞こえるもんね。聞こえます。ほら耳を澄まして。耳が悪いから聞こえんやろ聞こえますよ聞こえんやろ、聞こえますって。耳が悪いから。あの軍艦島までが250ヤードぐらいなんですよ、はい、白 T から。だからそこまで飛ばさずにスプーンとかぐらいで200-230のところに置いといて、あの軍艦島を越して、グリーンっていうのもいいんですよね。どういう攻め方するかですよね、はい、230と残りがどれぐらいですか。130とかだから、まあショートアイアンで打てる9番ぐらいやったらあれはもう越せるもんね。まあ僕はドライバーでも230しか飛ばんから、もうあそこ狙って打てっていうことよね、はい、あんまり左行くとセカンドがバンカー越えになるので。なるね。あの私は右の木と左のなんとか島の真ん中を描けていきます。だから右サイドね。はい、はい、右サイドでいいですよ、はい、はい、右サイドです、はい。まあ軍艦島の右サイドは狙いますが、捕まったとしても OK と。あー、フックした。おお、でもおおカメラマンがものすごいどいたよ。うおーって。まあ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 次まあまあまあ、まあ、落ち着、落ち着、はい、行ってみよう。はい、オッケー。赤い屋根狙いぐらいじゃないじゃん。そうっすね。ねえ、浅田美代子狙いよ、浅田美代子。夕焼け、こうやけで。見て。はい。赤い屋根の上。うるさいな。さあドロー。おー、おー、ナイス。いいボール。ただちょっとドローが強かったかな。軍艦島の真ん中ぐらいまでは行ったね。どうやった感触的には。感触的にはなんかちょっと泥がかかりすぎで感触やったから、うん、もうちょっとだからストレート打ちたかったですね。泥打ちの人にはちょっと攻めにくいとかもしれんね。そうよね。あとは2打目をどうやって攻めるかですよ。はい、はい、行ってみましょう。はい、さあ僕のボールはラフでした、はいはい、埋まってないだけラッキーです。はい、はい、軍艦島までは結構距離があるので、はい、影響はない、うん、これは軽く越すでしょう、うん、ただピンまでがここで150ヤード、うん、しかもすごく上げてます、うん、厄介なのはピン位置が、グリーンの超手前やというね、エッジから5ヤードのところ。
ここのグリーンって手前に落ちても向こうにさーっていくとよ。だからほとんどなんか越してる、出てる。私は奥より手前の方がいいと思う。だから何も手前でもいいと、で、はい、寄せてっていうことね、はいはい、あとはこの風よ、結構上げてますね。まあまあほら乱れちゃうもん髪が。うわーいい女何喜んじゃってあーやっぱじゃあ一番手を上げて手前でいいか、はい、じゃあ7番。手前はあの砲台の下ってことですか、うん、もうグリーン手前ぐらいっていう感じかな。あフックした、フックした。バンク入りそう。いや越していった。またカメラマンを直撃しようとしたもうマジ意地悪。オーバーしてますね距離で。オーバーしたね。多分島に負けてる、だからこうなった。思ったよりもちょっと低かったんですね。フックになった、低かった。うん、やっぱりラフはこの時期の宮間のラフはちょっと辛いね。はい、まあ距離は同じく150ヤードぐらいですが、はい、まあフェアウェイなので、はい、はい、ユーティリティで打ちたいと思います。どんな攻め方をしたいですか。ドローでちょっと右サイド狙って、うん、もうピンの方向にこう転がっていけばいいかなみたいな、はいはい、でラッキーで乗ればいいみたいな感じです、うん。おーいいよ、ゴーゴーゴー。あーゴー、ちょっと手前。あ、でもまあ狙い通り、もうちょうどいいとこやったね。はい、ちょっと当たりが薄かったんですよ、うん、だからちょっと手前やったかなって感じで。まあだけど狙い目的にはあっちの方がいいね。はいはい、フェアウェイとラフの差。そうやね。まあ、ただやっぱフェアウェイに置いときたいね、うん、だからあんまりその右サイドとかあの軍艦島の右サイドとか考えるよりはもうフェアウェイって、もうここら辺のフェアウェイにあればいいという方がいいかもしれんね。軍艦島に近くない限り多分そんなに、そういうことですよ。もう全然関係なかったもんね、ここなら、うん。さあ3打目、はい、ピンまでが14ヤード、まあいいぐらいじゃないですか、アプローチとしては。そうですね、14ヤードの上りなので、はい、で、目は左から、あ、右から左、はい、だからちょっとフックしそうですね、この傾斜的にも。いきます。うん、あー、止まれ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 。だからあれが嫌なんすよね何やそれ、あれが嫌な。まあ、でも別にそんな落としたとこミスってはないんですよ。全然 OK ですよ、全然 OK なとこ。さあ、はい、私のが、おーよー止まってくれた。入ればよかったのに。いやいや、これもう少し行ったらこのバンカー見てん、超高いもん。打つとこからピン見えん、ねえ。向こう側が狭いから向かって右側がね、こっちを狙いたくなるけど、僕みたいにドローが強くなったりフック組みになったりするとここに入るよね。これは大変だ。さあ私のとこからが、約17ヤード、はい、ずっと逆目、はい、それですね。でスラになるのかね、うんうんうん、しかもここラフが全部こう来てるからガッていくよ、こうガッて、これ。ただあんまり強く入ると次が大変やからね。よし、いいよ。あー、いかん、やっぱ逆目やからや。いかんね。急にボールが失速したねえ。いや今のはすごくうまく打てたと思う、ここは。よしって言ったもんね。はい、よしって思う。もう本当に思い通りに打った。よしって思ったあれ。よしって思ってあれよ。これはこうか？傾斜は。傾斜は。こっちからすると、だからスライスの逆目ですね。
またしっかり歌んと。ライス逆目ちょい下りじゃないですか。下りになるこれ。逆目の下りってことは普通やわ。じゃあ、やっぱスライス。ジョリ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 って言いましたね。ジョリジョリ歌ね。距離感は良かったけどね。はい。はい、ボギー。ナイスです。いや、なんかね、あんな曲がるっていうぐらい曲がったな。やっぱ目もあるっちゃろうね。ありそう。傾斜なんか見えんもんね、ほとんど。だから微妙に結構スライスしそうな気がするんですよね。はい、狙い目は左カップ、左カップ縁でいきます。イン、アウト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 、はい。わお、切れた。やっぱ切れる。思ったより切れました。思ったより切れるね。あとなんかちょっと切れそうやなと思いながら打った時はだいたい入らん。まあ、あの軍艦島をどう攻めるかっていうのがまずここのホールは一つ、はい、1つ、はい、しっかり何て言うんですか、距離が出る人ならばもう軍艦島の右側で、もう届かないクラブで打ったりあんまり距離がない人はもう軍艦島狙った方がいいかもしれんね。ただやっぱここはグリーンが難しい。うんうんうん、なんかアプローチにしてもパターにしてもキャディーさんにちゃんと聞いた方がいいね。セカンドもさっきの10番ホールもらったけど、うん、距離が合いづらいじゃないですか、ちょっと上ってるから。でもそこら辺もキャディーさんにこう、そうよね、例えば100ヤードだけどちょっと大きめで打った方がいいですよとか、ちょっと短めでいいですよとかっていうアドバイスを聞いた方がいいね。いやいや、ショット的にはいいショットはなかったけれども、はい、まああそこからならうまくいけばパーが拾えるかなと思ったんですけど、やっぱそう簡単にはいかんね。しわ目がある分やっぱこう見た目は簡単に見えても難しいです、うん、もう曲がり具合とか切れ具合がね、はい、はい、ということで、皆さんもぜひここチャレンジしてみてください、はい。